はいどうも、佐野物語のバナナです。10回クイズってやった経験ございますでしょうか？ピザ、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 ここは膝ってやつですね。で、それをですね、ピザ屋の人にやったら、もう、ピザ屋はもうピザって言い慣れてるので、絶対に間違えないと思うので、今からピザ屋にピザって10回言ってみてって言って10回クイズを出したらピザ屋は本当に答えれるのかっていうのを検証していきたいと思います。というわけでピザ屋に電話をかけていきたいと思います。もう絶対もうピザって言い慣れてるから引っかかんないはずですよ。ありがとうございますピザって電話番号からお願いいたします。はい、ピザって10回言ってもらっていいですか？ちょっと待ってくださいね。はい、おっと、すみません、あとピザって10回言ってもらっても大丈夫ですかね？そういった質問はしておりなくて、こちら照り焼きチキンというご注文となりますが、あ、それがいいです。ここどこでしょうか？もう一度よろしいでしょうか？ここどこでしょうか？おいくらでしょうか？決まりました。それではソーセージと厚切りベーコンのミートソーススモールサイズクリスピータイプ。ここはどこでしょうか？16円となります。はい、肘でした。こちらの商品の時間の方が40分から50分いただきますが、お時間よろしいでしょうか？はい、肘でした。あ、切られちゃいました。お待たせしました、ピザです。はい、失礼します。本日はご注文いただきありがとうございます。はい、最新商品の確認をさせていただきます。はい、ピザって10回言ってもらっていいですか？ピザ、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 ピザ。ここは肘、エルボー。あともう一回ピザって10回言ってもらっていいですか？エルボーとは言いませんよ。はい、です。ピザ、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 ピザ。ここは花です。ノーズですよね。